明日の予習は終わった、もう寝よう、目を閉じれば君の笑顔が浮かんでくる。今日も休み時間に君とおしゃべりができた。栗田ヒロミに似てる、優しい君が大好きさ。勇気と自信があれば思いを伝えられる。でも振られるのが怖くて、いつも後悔ばかり。君と手をつなぎ街を歩きたいな。僕の好きなレコードを一緒に聴きたいな。もしかしたら君は僕のこと好きなのかもしれない。でもそれはきっと僕の都合のいい勘違い。君の瞳は誰を見てるの？今頃君は何を考えているのかな？明日の予習は終わった、もう寝るよ、おやすみなさい、おやすみなさい、おやすみなさい。